生きることとは奇跡ですね。やっぱりね、私たちはいつこの命が止まっても誰にも文句言えないんですよ。誰かに保証してもらって生きてるわけではないですし、誰かにそれを期待してね、過ごしてるわけではないんですよね。やっぱり一秒一秒が奇跡だと思います。そう、東北の大震災ありましたよね、東日本大震災、非常に大きな事件でした。私は当時麻雀店を経営してまして、結構成績が良かった時期だったんですよ。でそれでもね、東北でああいう事件が起きて、まあアマゾンでお水や電池がね急騰したりとか、もう物がないという、東北で起きた地震なのに西日本にも物がなくなっていったということもあったりとかね。で私はあのオートシップって言って、あの定期購読を水をしてたので、お水のペットボトルはどん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 入ってきてたんですけども、まあ、そこにね一つちょっとね、あの不思議な感覚がありましたね。世界中で、水がちょっと品薄になっている中で、まあ、特に日本ですよね。私は定期的に低価格の水が、まあ、なんか入ってくるわけですよ。クリスタルガイザーはねずっと入ってました。1本14円か15円ぐらいの価格で、あの96本セットがねどん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 入ってくるんですよ。だからそれをどん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 多くの方にお分けしたということがありましたけども、いやここでね何が言いたいのかっていうことなんですけど、これもねたびたび申し上げるんですけども、私たちは阪神淡路大震災を経験して、東日本大震災を経験して、それから福島第一原発を経験しましたね。忘れるんですよね。だってあの時にスーパーに並んだ、熊本大震災の時に、またレジで行列して水がない水がないっていうふうにね、西日本で右往左往した、何回ね、何回そういう場面に遭遇して、いまだに自分の部屋の中にストックがないとかね、なんかもう非常ボックス、非常袋がないとかね、どうなってるんですかね。で今回もこういう風な騒ぎになって、トイレットペーパーに殺到するとかね、なんかマスクがなくなるとか、消毒のスプレーがないとか、まあ、予測は難しかったと思います、予測は難しかったんですけども、あらゆる場面を想定してやっぱり準備しておくということだと思うんですよ。確かに今回の感染症については予測することが難しかったでしょう。でもじゃあですね、どの予測に対してリスクヘッジをしてストックをしておいたのかなって考えた時に、結局何の準備もしてないって方がほとんどだと思うんですよね。で、あの繰り返しますけども、生きることは奇跡なんですよ。その奇跡ってのは何もせずに使うもんではなくて、やっぱりね、とえはたえに策略を巡らしておいて、どんなことがあっても自分が助かるように、そして周りの人を助けれるように準備をしておくことだと思うんですよ。そうやって人工的に奇跡ってのは作っていく部分があって、その上で天からのね、いわゆる奇跡ってのが降ってきて、それが合わさって本当の奇跡が続くんだと思います、だからね、あの奇跡って本当にね人工的に起こしている部分あるんですよ。例えばお酒を大好きでも飲みすぎて死ぬってことは避けるでしょ。やっぱり人工的に生きるってことを選んでるんだと思うんですよ。その他にも様々ありますけどね、で吉田松陰さんの言葉が出てましたよね。学ぶとは思い出すことってことです。本当にその通りだと思いますけども、多くの方は学ぶとは思い出すことのはずなのに、思い出す時って自分の良くなかったことを思い出すんですよ。良くなかったことを思い出して次も良くないことが起きるだろうと、そしてそのために何の準備もしてないという、このね不条理さで、あと片っぽはいいことを思い出すんですよね。自分のいいことを思い出すんですよ。それで有頂天になって、結局何の準備もせずにやっぱり終わっていくみたいなね。で油断のしすぎなんだと思うんですよ。学ぶとは思い出すこと、確かにね、すごく大事な言葉だと思います。私たちは人を助けたい、誰かのためになりたいっていうふうに本能で思うはずなんですよ。でも本能で思うのに損得感情がそれをさせないんですよ。自分だけが助ける側になって何も助けてもらえないのは損だっていう感覚になって、だったら自分で自分のことだけをやっておこうみたいになるんですよね。自分ファーストって考えです。もちろん自分ファースト悪くないです。でもやっぱりね、自分のことで精一杯になってしまったりとか、自分のことができたからもういいやではなくて、やっぱりねプラス1人プラス2人ぐらいは守ってあげれるようにならないといけないのかなと思うんですよ。そのトレーニングをするのがビジネスなんですよね。1人のリーダーになるってこと、よく吉田さんも言われますし、私もそう思います。一人のリーダーになるってことは、そいつを守るために、そのメンバーを守るために全身全霊をぶち上げるってことなんですよ。で、自分のチームが2人になり3人になり10人のリーダーになったら、10人分の負荷を自分は背負っていくっていう、そのぐらいのね、胆力が必要になってきます。私は1000人以上の速稼塾の塾生を抱えていますから、やっぱり1000人に対しての責任があると思いますから、どんな時でもね、こうやって発信を欠かさないっていう、ね、そういうふうにエネルギーが流れています。
まあ、そういった意味でね、私は私のところに、いわゆるね、速稼塾として参加してくださった方の、ある意味ね、夢をね、託されてるんだと思うんですよ。皆さんも覚えがないですかね、メールアドレスを何かに登録するときって、やっぱりね、ワクワクしたはずなんですよ。そこに希望を見出したはずなんですよ。で、期待したと思いますしね、小さな挑戦だったと思います。自分の大切なメールアドレスを、このよくわからない人を信頼して登録するみたいなね、どんなメッセージが来るかなと、悪用されないかな、セールスがどんどん来るんじゃないだろうかって、そういうことがあったと思うんですよ、で私はね、そういう思いを本当に組んで、どうしてもね、リストって言葉を使っちゃうと、分からなくなります。で私はね、自分の塾生さんをお客様だとは全く思わないんですよ。たまに口をついて出ちゃうこともありますけども、お客様ではなくて、あくまでも私の弟子なんですね。弟子である以上兄弟なんですよ。兄弟であり、私が唯一のお父さんなんですね、親父なんですよ。まあ、ですので、速稼塾っていうのは家族だと思ってます。精神的な家族です。肉体的な家族っていうのは、生まれ持ったお父さんお母さんがいますんで、それは一つのね、大切にするべき肉体的な家族だと思いますけど、もう一つはね、霊的な家族といいますか、精神的な家族。それはですね、自分がこの人とだったら一生付き合っていけるなっていう人を探していく旅なんですよね。その末にできたのが私は速稼塾だと思います。今1000人以上の方がいらっしゃって、本当に毎日のようにね、誰かがメッセージを私に届けてくださって、誰かが困った助けてって言ってくださるんですよ。いや本当にね、自分の弟子に困った助けてって言われて、こんなに嬉しいことはないですよね。そのためには全身全霊を即傾ける覚悟がありますし、そのためにね、少しでも多くのメッセージをお届けしたいと思って、こういうふうにやっております。でそういう方もね、やっぱり一番最初は私の動画を見て、そこにチャンネル登録ボタンがあって、それをね、勇気を持して期待をもとに、ね、押してくれたと思うんですよ。次はどんな素晴らしい情報が届くんだろう、この人は信じられるんじゃないか、この人は他の人と違うなっていうふうに、その人は私に対して大きく認めてくださったと思うんですよね。だからその気持ちをしっかりと受け止めて、これからもそういう方に伝えていきたいというのが私の忘れてはならないこと、そして進むべきことですよね。私は自分の視聴者さんがいる限りは進んでいかないといけないですし、いや、いなくなっても進み続けるでしょう、だからこのぐらいのね、やっぱりこうパワーといいますかね、弾力といいますか、内から出るエネルギーがなければ、やっぱりね、自力で自分の人生を構築することはもう無理なんですよね。誰かが何かをしてくれるとか、どっかの保証があるとか、生きるってことは奇跡です。で、自分が明日があるっていうのは本当に奇跡でありがたいことなんですよ。で、その明日の来る可能性を高めるためにリスクヘッジをするべきなのに、なぜか自力っていうのはね、なかなか出さずに、天から与えられた一日っていうのが来るのを本当ぼーっと待ってるんですよね。じゃあ今回の感染症の騒動が起きた時にどうですか。一日経ったら素晴らしい一日が用意されてると思ったら大間違いで、こういうふうな思わぬ未来も私たちには降りかかるわけですよ。その時に何がしかの準備があれば、こういう時でもやっておけるんですけども、ただなんとなく時間を過ごしてきて、ただなんとなく明日が来ることを望んでいて、自分の考えてもないようなその明日が今日になった時ってのは手の打ちようがなくなっちゃいますよね。はっきり言ってね、私はね、核ミサイルのアラートってあるでしょ。ミサイルが、飛翔体が撃ち込まれましたみたいな、うーってサイレンが鳴った時に、私はどのように死に向かって行動するかをいつも冷静に考えてるんですよね。考えてるというか、思い出すんですよね。それは私は2タップすれば私の最後のメッセージが拡散される仕組みをもう作ってあるんで、あと10秒でミサイルが着弾しますよって言われても、やることはもう決まってるんですよ。でも多くの方はもう慌てふためいて、最後の貴重な10分を無駄に過ごすんではないかなと思います。私はこれからね、ミサイルが地球に、日本に撃ち込まれるよっていう時でも、10分あれば最後の10分を自分らしく最後まで貫いて生きることができると思ってるんですよね。そのために毎日過ごしてるようなものです。で、いろいろと申し上げましたけども、今日のね、動画のまとめ何にしようかな。そうですね、自分の生きるということをね、忘れないために、こういうことをちょっと私は言葉にしてみようかと思います。みんながこれ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 してるから自分もそうだっていうことではないんですよ。みんながこうなんだけども、でも自分は違うよねと。自分は他の情報から感化されてできる自分ではなくって、何もなくても内側から自分ってものが起き上がってくる、こんな毎日をね、作れていければ自分らしい人生っていうのは作れるんではないかなと思います。みんながこうであってもああであってもそれは関係ないですよ。一意見に過ぎません。私は私の一意見があるんで、自分の人生を構築するのは自分だけの一人のね、意見だと思うんですよ。まあそんな感じで私は生きてるかなと思います。今回のテーマはね、このぐらいにさせていただきましょうか。それではおやすみなさい。